上村隼人は、地方競馬の兵庫県競馬組合、西脇馬事公園、小村正也旧社所属の元騎手である。地方競馬教養センター騎手課程第86期生。2008年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得し、森沢智隆旧社からデビュー。同年4月15日、第2回、園田競馬1日目第5競争 D62 組4歳。 以上条件戦カープダブリンで初起乗。同年4月22日、第2回、ソノダ競馬4日目第3競争 D34 組4歳、以上条件戦をドロシー美高で優勝し、6戦目で初勝利。2009年1月21日、第21回、ソノダ競馬2日目第7競争 D62 組4歳、以上条件戦三優ストーリーに起乗していたが、 落馬負傷し左反復性肩関節脱球、左肩関節唇損傷で、約2ヶ月間の休養過量が必要と診断された。その後、同年4月21日、第2回、園田競馬4日目第9競争 C に4歳以上特別戦、稲妻キャターに起乗し、レースでの起乗を再開した。2010年1月12日、 第24回全日本新人王相派戦出場。同年8月27日付で、森沢智隆旧社から坂井光正旧社へ所属が変更された。2011年4月1日付で、坂井光正旧社から小村正也旧社へ所属が変更された。同年6月24日に、騎手免許取り消しを申請し、引退した。 地方通算成績は1164戦78勝2着79回3着90回、勝率6.7%、連帯率13.5%。騎種引退後、牧場での研修や日本中央競馬会の勤務を経て、2016年、北海道浦河町に育成牧場、マーベリックを設立、競争場の育成等に従事している。ありがとうございます。